はい、どうもこんにちは。今回ねまた Life is Strange 続きからやっていこうかなと思います。で前回はもうガチの始まったばっかり、特に何もしてないです特に何もしてないから振り返ることもないんで、じゃあやっていこうか。確かトイレに行きたいって言ってたから行くわ。よかった、誰もいない、うん、こんなとこ人に見られたら最悪だよ。音楽外した。何すんの、人に見られたらって言っても何すんの、何がしたいの。落書き、こんなことわざわざ書く。なんとかビッチだって書いてるね。なんとかビッチだって書いてるねなんとかビッチだって書いてるわ。あ、非常ビラルいる。先月も誰かが鳴らしたな、うん、科学の授業をサボれたからいいけど。ああ、それ鳴ったからなんかわちゃわちゃしてたんだ。これを見てセックスに励む人なんているのかな。何、禁欲は心を育てる、あなたには愛が必要です。時と常識はあなたの味方です。活用しましょう。ケイトは神様のために腰を振る。ケイト、あ、これいじめられてるだけか。もう急にケイトがもしかしたらね。今はいらないかな。ああ、ごめん。次鏡ちゃんと反応してんじゃん。何これ。こないだの予防接種は何も予防しなかったし、もういいよ。何、インフルエンザになる前に予防接種を受けましょう。今すぐ。俺も最近受けてないな。鏡なんか書いてんじゃん。使う？シンク使う。大丈夫。自信持たなきゃ。私には才能がある。ちょっとすむ。では手と顔がびちゃびちゃじゃん。不幸ぜ一旦。そこき、いや、いいっていい写真じゃん。扉が閉じたとき別の窓が開いているとかなんとか。蝶だけめちゃくちゃグラフィックいいんだけど。シャッターチャンスこれは絶対撮らないと。蝶だけ明らかに別なんだけど、なんか画質がっていうか、なんか、お、止まってくれた、ありがとう。そういうなんかさ、何気ない日常を撮ろうとしてるのはそれはいいと思うよ。何、大丈夫だ、落ち着け、心配いらない、深呼吸だ、しっかりしろ、ここは俺の庭だ、何でも思い通りになるだろう。何すんのお前、おい、何の用だ。ちゃんと誰もいないか確認したんだろうな。いや、危ない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 、危ない、嘘つけボンボンめ。金持ちなのは親だ。いいのかそんな態度をとって。お前のろくでもないビジネスのこと、ご両親の耳に入ったらなんて言うだろうね。新聞にデカデカと出たら。親は関係ねえだろ。それとも学校中にネイサン・プレスコットはトイレで独り言を言う泣き虫野郎だって言いふらして。てめえ舐めた口聞きやがって、ぶっ殺してやる。持ってんの、もやめて、やめろ、近づくな。俺に指図するんじゃねえ。ああ、そういうタイプか。お前見た目的になんかただで済むと思ってるの。イケてるやつかと思ったら、死んだって誰も気にしねえだろ。ふざけんなよ、離れろ。ダメ。なにもう難しい。打つのが早い。こういうゲーム大体なんか間があるじゃん。はあ、なにこれ。嘘、ありえない。女子トイレにいたら女の子が撃たれて、手を伸ばしたらまたここにいた。写真は被写体の。まあ、てかまあ正直な話、このゲーム知ってるんだけどね、そういうシステムっていうのは知ってるんだけど。ケイトがまたいじめられてる。ビクトリアの電話が鳴ったら本当にやばい。人物の内面をモノクロ写真で完璧に捉えた写真家といえば誰だろう。信じられないけど、これってひょっとして誰か。ああ、そういうことで電話が鳴ったらやばいって。なぜそう思う。
アーバスの作品。すげえ。何このくるくる、左のくるくる、何これくるくる。嘘、帰ってきた。本当に巻き戻った。お前とんでもない力じゃん。タイムマシンみたい。お前いつでもいいの？分かる人？いつでもできんの？それいつでもできるの強くない？落ち着いて考えてみよう。オッケーオッケーオッケー。なぜそう思う？自撮りしようじゃあ。アーバスの作品に捕らえられた失意の人々の目には、さっきは自撮りした後先生に当てられた。同じことが起きたら間違いない。自撮りを撮ったぞ。おお、現代ならではのセルフポートレートだが、マックス、君は筋がこれは絶対に夢じゃない、現実だ。あ、まあ、ちょっとやっぱ先生にまあちょっとマックスがちょっと引き目に見られてるんだな。若干巻き戻せるんだ。自撮りの文化は存在したんだ。あの女の子がまだ生きてたら助けられる。確かに人物の姿を捉えることは常に極めて重要。今すぐ女子トイレに行って確認しなきゃ。今すぐ行ってもいないと思うけどな。ついでだから君に、スキップできんだけど。何これ。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した正反法は？トイレ行ってもいいですかね。すみません、トイレに行ってもいいですか？こらこら、答えられないからといってごまかそうとするんじゃない。違う違う違う、ベイが。後で先生のところに来なさい。先生、ベイが。まずい、居残りしろって言われちゃった。あの子を助けなきゃいけないのに。鏡のように被写体をくっきり映し出す手法です。あなたのぼんやりした顔とは正反対。なんだところ。おい、正解だ。もう一度巻き戻して正解を答えたら。おら、おい、戻ってやるぞお前。こら、おい、何回でも答えてやるよ。5回目ぐらいでも成功するかもしんねえわ。あ、はいはいはい、本当だ。マックス。はい。ついでだから君に聞こう。はい。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した正反法。すいません、僕覚えてないです。僕自身は覚えてないです。ダゲレオタイプです。1830年頃にフランス人のルイ・ダゲールが発明しました。正解だ。ちゃんと予習してきたようだな。はい。感心だぞ、マックス。ありがとうございます。ダゲレオタイプは別名銀板写真ともいい、被写体の顔を。やばい、もう目つけられるの面倒いな。でも予習範囲を最後まで読めば詳しいことが書いてあるぞ。写真あるよ。ちゃんと読んできたのはマックスだけみたいだな。写真提出しようぜ。日常ヒーローコンテストの期限が迫ってるぞ。優勝者は学校の代表としてサンフランシスコに連れて行く。聞いた。プロの世界に自分を売り込むチャンスだ。聞いたわ。ステラもアリスタも早く出すよ。聞いた聞いた。テイヤ、君もまだだ。期待してるぞ。誰も提出しないな。マックスも言い訳は通用しないから。おかしくなったわけじゃないし、夢でもない、うん、勇気を出さないと。同じなのかな、全く。ケイトに話せば信じてくれると思うけど、塞ぎ込んでるみたいだし。そこも変わってんの？そこも変わってんの？こんなことしてる場合じゃないよ。ああ、それやっぱそうなっちゃうね、やっぱ。マックスすごいね。顔色悪いけど大丈夫？ケイト、話変わってる。今日私と話した。今が初めてだけど、どうかした？ケイト、いい声してんな。ストレスのせいかな。辛いよね。元気ないねってさ、どうなの？元気ないねってさ、元気ない人に言ったら辛くない？それ。もう行くね。もう行くね。今ちょっとテンパってて。わかった。元気ないねって言えねえよ、元気ないやつに。言えないわ、そんなの。先生。あの、ジェファソン先生、今ちょっといいですか？停止させてください。あっち行って。なんだところ、おい。口を慎みなさい。おい、ビクトリア、おい。さて、ちゃんと提出する写真を用意してきてくれたんだろうね。当たり前ですよ。出すつもりなんですが。出すつもりなんですが。じゃあなんだ？絶好のシャッターチャンスを待っているとか。そうです。まあ、あるある。マックス、時間を無駄にするな。人生は他の計画を立てているうちに過ぎる。うわぁ、ジョン・レノンかい。先生ちゃうんかい。しておきなさい。これ L1 が一番早いね、これ。早い。何これ。先生なら分かってくれるでしょ。何何。ジェファ。キープしよう。
ちゃんと提出する写真を用意してきてくれそりゃスキップするでしょう。ジョン・レノンが言ってました。今準備してます。ジョン・レノンが言ってました。人生は他の計画を立てているうちに過ぎる。マックス、今日は絶好調だ。全く言うことなし。ありがとうございます。今日中に作品を用意すること、はい、君には期待してる。まあ、先生とやっぱ思考回路が合うって素晴らしいよね。いやもう用意できてるんだけど、行こうか。いいよね、別に同じもの見なくても変わってるだろうけど。早く女子トイレに行かなきゃ、うん、お願い間に合って。誰にも言えない、おかしいと思われる。でぶっちゃけでもさ、巻き戻ってもって感じじゃない。そんなギリギリな時間じゃなかったぞ俺、ずっと見てたから。いろいろよし、さっきを思い出して。はい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 。あ、なんか置いとこうぜ。顔を洗って。の洗って。写真を破ったら。破った、破んなよ。腸が入ってきて。おい、破んなよ。写真を撮った。やっぱ同じ時を過ごさないとあれなんだ、怒らないんだ。おや、関係ねえだろ。あ、来てる。それとも学校中にネイサン・プレスコットはトイレで独り言を言う泣き虫野郎だって言いふらして。でも煽る方も悪いわ。ぶっ殺してやる。ちょっとやめて。俺に近づくな。するんじゃねえ。またダメ、あいつ銃を持ってる。他の方法は。押せっていうの。押すよ。じゃあハンマーでもないと壊せない。ハンマーでもないと壊…教えてよ。じゃあこれじゃ一緒だ。また時間を巻き戻せば助けられるかも。俺に指図するんじゃねえ。どれ近づくのはやばいよね。近づくのはやばいよね。知ってる。まだで済むと思ってるの。てめえみてえなクズ、死んだって誰も気にしねえだろ。ふざけんなよ、離れろ。いやもう、あんな奴に近づきたくない。ごめんて。そんなつもりは。めっちゃ戻るやん。めっちゃ戻る。俺に指図するんじゃねえ。どういうこいつの人を気にしやがって。ハンマーある。ハンマーあったんか。あったんか。ただで済むと思ってるの。なんでハンマーあるの。死んだって誰も気にしねえだ。戻してもなくならないの。おい、離れろ。嘘だろ。二度と近づくんじゃねえぞ。ふざけやがって。もう何が現実なのかわからないよ。いや早く撃たれた女の子この手で助けたんだ。早く出よう。早く出よう。どうなってるの。やばい、俺が濡れ着ねってね。起こしちゃダメ。おい、非常ベルが聞こえないのか。早く避難しろ。トイレに行ってたんです。お決まりの言い訳だな。んなところ。おい、言い訳。やましいことがあるんだろう。青にそう書いてあるぞ。急にベルが鳴るから。ならさっさと外へ出るんだ。それとも出られない理由がある。すぐ出ます。すいません、すぐ出ます。もういい、窓さんか。安全の確認が取れた。生徒の尋問はそのくらいにして、うん、早く非常ベルを解除しに行ったらどうだね。校長思ったよりかっこいいな。お前なんか引きこもってる顔じゃねえぞ。校長ありがとうございます。まずは感謝を述べたいと思います。ありがとうございます。顔色が悪いようだが、どうかしたのか。いつもです。その進路のことでちょっと悩みがいつもでさ、ごめんな。マックス、本当にそれだけかね。はい、私には何でも打ち明けなさい。あいつが銃持ってたんですよ。それとも何かやましいことでもあるのか。どうなんだマックス、答えなさい。熱いや、話そうぜ。もうよくね、あいつのことどうでもいいでしょ。今ネイサン・プレスコットが銃を持ってました、女子トイレで。プレスコット君が。はい、確かかね。はい、はい、銃を持ってブツブツ独り言を言ってるところ私見たんです。それはちょっと明らかに異常でした。脚色してるな。では何かね、君は見ていたのに姉さんは気づかなかったと。物陰に隠れてて、女子が女子トイレにいて何かおかしいですか。そうは言っていない、はい、事実関係をはっきりさせたいだけだ。プレスコット君はこの町の名家のご子息だ。本校における成績も極めて優秀。あ、優秀なんだ。彼がトイレで銃を振り回したなどにわかには信じがたい。それでその後は。彼、姉さんはすぐに出て行きました。
どうするんですか？事実なら深刻な問題だ。私が個人的に対応する、はい、知らせてくれてありがとう。ありがとうございます先生。それだけ？銃を持ってたのに。話の続きはまた後ほど校長室ですることにしよう。分かったら君も早く外へ避難していなさい。まあまあしゃあないよ、名家だもん。校長は何もしてくれないだろうけど、ブラックウェルはプレスコット家のものも同然だし、巻き戻して話を変えるべきかな。もう負けたんだけど。あれどれだっけ、あれエリーチだっけ。あよいる。校長のウェルズ先生はいつも上の空、何考えてるのか全然わからない。確かにどこ見てるかわかんねえもんな。悪いようだが、どうか。しゃあないや、もうちょっと具合が悪くて、その今日はあの日で。だがフラフラ歩き回る元気はある。そんな言い訳をする生徒は5万といるんだよ。嘘じゃないです。写真の授業中めまいがして。隠していることがあるなら言ってみなさい。だから具合が悪いって、それだけです、隠してなんかないし。君がそういう態度を取るならもう結構だ。なんだこれ。おい、私の目はごまかせないぞ。君は入学して3週間で早速問題を起こした。ご両親はさぞがっかりされること。入学して3週間ちょっとあれだな。話は以上だ、行きなさい。もう姉さんになりなすりつけようぜ。全然信じてない。下手すると奨学金がもらえなくなるな。巻き戻して本当のことを話そうかな。やっぱどっちでも選べるんだ。顔色が悪いよ。いや俺姉さんだよ、そんな当たり前だろ。俺悪くねえし。今姉さんプレ悪くねえわ。いいよ、知らねえあいつなんか。どっか行けよ。でもどうして俺がチクったって後でどうしようかな。名機に潰されたらそのリスク考えてなかったな。で別良くない、だってそんな仲良くないんだからさ、言っちゃえばいいじゃん。正直に嘘じゃないんだから。嘘だったら悪いけどさ、正直に言っちゃおうぜ。ネーサン・プレスコット君、至急校長室へ行くように。変わってる未来が。何これ、またどんだけ落ちてんのお前。レイチェル・アンバー、綺麗で希望に満ちた顔、一体どうなっちゃったんだろう。なんか理由はありそうだけど、なんかね、不登校っぽいっちゃぽいもん。めっちゃ張ってる、めっちゃ張ってるじゃん。サスカッチとレーザーバックが本当に戦うなら興味が湧いたのに。今週金曜の夜、ビッグフット対ストンプを、ビッグフットストンプをしよう。ビッグフットストンプをしよう。ビッグフット対レーザーバックス、10月11日金曜日の午後7時、ブラックウェルフィールドにビッグフットがやってくる。一勝を勝ち取る。レーザーバックスもやってくる。お前らは餌だ。アカディアベイ、アルカディアベイで最高の H スライス。ババのピザ専門店、ランチスペシャル月金。H スライスにドリンク1杯がついてくる。ついて 3.5 ドル。安い。なんかやれること多くないですか、ちょっと。広くないですか、なんか。先生。グランプ先生。あら、マックス。ちょっとだけ話を聞いてくれないかしら。俺が聞くんかい。俺が聞くんかい。今、署名運動を始めてるのよ。はい。なんすか。ええ、もちろん構いませんよ。何の署名ですか。警備主任のデイビッド・マドセンが、校内に監視カメラを設置しようとしているの。はい。廊下に教室、体育館と寮にもね。ここはハイスクールです。はい。刑務所と同じにされては困るわ。先生。デイビッド・マドセンのこと、レイチェルを助けられたかも。信じられないわ。信じられない。今のご時世、確かにいろいろ物騒だけど、寮にカメラなんて。本当ですよ、先生。断固阻止しないと。はい。取り返しのつかないことになってからじゃ遅いわ。先生。ブラックウェルは由緒正しき学校です。そうです。ネイティブアメリカンが創立し、開拓者たちにも門戸を開いた。はい。暴力とは無縁よ。はい。そんなに、ここで終わんないんだ。そんなに昔から？そんなに昔から？知らなかったです。自分の学校の歴史を知るのは大事よ。はい。意外な事実に驚くはず。ありがとうございます。この辺り一帯には霊力が満ちてる。それが感性を刺激するのね。
先生危なくないですか。特別講義はこのくらいにして、はい、地雷錯誤な監視システムに抗議する署名をお願いできるかしら。こう綺麗に言われたらだけど、なんかさ、裏あんじゃないの、裏が。まあでもするか。もちろんです。安全対策はいいけど、これは行き過ぎです。ありがとう。あなたならきっと賛成してくれると思ったわ。これ後でなんかいろいろなったりして書いたんかい。うわやだ、未来を決めるだって。もうなんかありそうじゃん、先生。戻れるし。先生、いいんですかね、これ。でも分かんねえもん、こんなの。書かなくて監視カメラ置かれてさ。あ、なんか来たよ、メール。おーい。ごめん、時間がなくて。私、LINE 早いわ。何これ、めちゃくちゃ早いじゃん、お前、LINE 打つの。メモリ返してくれないか、確認、あー、既読無視してたんだ。なるほどね。ああ、私1年1なんだ。駐車場で待ってる、すごいいい感じだから楽しみにしといてね。ウォーレンって誰？寮から USB を持ってこなきゃ。大統領？ウォーレン大統領しか知らないよ、なんか。日記開く。ん？なんかあるよ。月曜日。なんか書いてるよ。姉さんが銃を持ってたって校長に言いつけちゃったけど、私まずいことにならないかな。さすがにあの女のこととか時間を巻き戻したことは言わなかったけど。ああ、日記が変わってるわ。あそこでだって選んでなかったらこの日記じゃないんだもんな。なんかそれ結構深いな。ステラ？どうした？ステラはいつも真面目でしっかりしてる。さすがだな。てかちょっと待って、めっちゃ話しかけれんじゃん。は？話そうか。ステラ、お疲れ。あなたは確か写真のクラスで一緒だよね。ジェファソン先生最高じゃない？いい子っぽいじゃん、ステラ。うん。うん、私も先生の作品大好き。有名な先生に教えてもらえてラッキーだよね。本当に。ニューヨークでの作品も良かったけど、やっぱり先生のルーツはオレゴンだから。あのマーク・ジェファソンがこんな田舎の学校で教えてるなんて。イーストコーストの高級ギャラリーは今頃歯ぎしりしてるでしょうね。やっぱそんなすごいじゃんだ。かなりイケメンだし。イケメンだね。ビクトリアがいなかったら私もアタックするのに。ちょっとそういうとこあるんだな、ビクトリアといえば。その切り口むずくない？ビクトリアといえばって難しく、分かりやすいよ。でもなんかディスってない、こっち。若干言われてみれば先生はビクトリアをスルーしてるね、うん、先生もバカじゃないし。本当に何も知らないんだね。ジェファソン先生はレイチェル・アンバーと寝たことがある。これは確かな情報だよ。誰、レイチェルって、レイチェルって誰？そうなんだ。そうなんだ。学校生活って毎日驚きの連続だね。まあそのうちいろいろ分かってくるよ。それじゃまた授業でね。ちょっとこいつ意外と情報知ってんな、ステラ。多い。誰、レイチェル、誰、レイチェルって。いないんだけど。レイチェルアンバーだ。あの青髪がレイチェルかな。そっか、走れるのか、忘れてた。座る。ごめんて、先行こうぜ。ごめんて。本当におかしな日だな。立ち上がる。逆に疲れるわ。カメラアングルが素晴らしいわ。ヘイデン。あ、話せるの？ヘイデンとボルテックスクラブの取り巻きだ。夢を生きるってやつ。じゃあ話してみようか、一旦。怖いけど。おお、レトロな自撮り系女子のご登場だね。どうも、自撮り系女子です、うん。ヘイデンは相変わらずまったりしてるね。この学校の生徒が自然と身につけるスキルさ。ボルテックスクラブを代表するメンバーだったら特にね。いいやつっぽいじゃん。ネイさん、ネイさんって誰だっけ。あ、見れる、よかった。見れるんかい。あー、ネイさん、あ、こいつか。ビクトリアだけで面倒なのにネイさん、ブレスコッツかからなきゃいけないの。でも考えてみれば私18歳、ネイさんめっちゃ書くな、お前。てかネイさん、ボルテックスクラブについて。そもそもボルテックスクラブって何？閉鎖的なイメージだけど。聞いちゃまずいかな。メンバーになれない人にとってはね、うん、至って健全なクラブさ。本当かな。
まあでもこういうやつがいるぐらいだから。君も一度遊びに来てみるといいよ。そうすれば噂なんか信じなくなる。ボルテックスクラブに？ボルテックスクラブのパーティーに？なんかドッキリ仕掛けられそうで怖いんだけど。考えすぎだよ。俺たちはそんなくだらないことしなくたって十分楽しめる。やばいわ、なんか怖いわ。パーティーで騒ぐ気分になれないよ。なれないよ。くだらないこと言うなよ。何？レイチェルもよく俺たちと遊んでたんだ。楽しい子だったよ。頭の切れるタイプでさ。ああ、行方不明の子か。レイチェルについて。レイチェルと知り合いだったの？パーティー好きな子だったよ。明るくて楽しくて、そして何よりすごく美人だった。怖いな、なんかビクトリアはレイチェルが好きだった。彼女はめっちゃ聞けるじゃん。何これ。ビクトリアはレイチェルと仲良かったの？やきもち焼きそうだけど。君は分かってないな、うん、ああ見えてビクトリアだってレイチェルに一目置いてたよ。彼女メンバーだったの？レイチェルもボルテックスクラブのメンバーだったの？いやいや、レイチェルはレイチェルさ。レイチェルはレイチェル。俺たちにはもったいないぐらいだって。レイチェルはレイチェルなのか。俺にそう言わしめるんだから相当さ。めっちゃ聞けるなんてか。何があったんだろうね。そうだな、まあ行方不明ってことだけははっきりしてる。絶対知ってんじゃんこいつ。絶対知ってんじゃん。でもネイサン・プレスコットもメンバーでしょ。でもそんなに嫌うなよ。姉さんは親が金持ちだから何かと目をつけられやすいんだ。どこ見てんのマックス。マックス目を見て話せ。危険人物だと思う。それでも姉さんと遊ぶ気にはなれないよ。それは残念。パーティーではすごく楽しいやつなのに盛り上げるのも最高にうまいし、ね、へえ。それじゃあまたね。ああまたな。うん、俺もそろそろ勉強に戻った方が良さそうだ。めっちゃ話すじゃん。今度デーナと君をパーティーに呼ぶよ。ちょっとイケてんねえ。何あいつどういうルートなの君は。ここの道歩けばいいじゃん。なんでこの微妙なとこどこ行くのお前。おい、何してんのお前。ここでやっぱ障害物があったらここ来たね。はいはいはい。でお前そう行くよね。はいはい、ついていくよ。そっち行くんかい。あいついる。とりあえずあいつはいいや。あいつに構ってたらキリがねえわ。カメラアングルがやばい。感度良すぎてアナログスティックが。もうどうしよっかな。もう時間なんだよな。これ一人一人話しかけてたらめっちゃ時間かかるんだけど、このゲーム。多分こっち側にもあるでしょ、見れるとこ。ここ見れないんだ。これはポスターめっちゃあるしさ、ほら。あそこにもほら人いるしさ。どうしよっかな。あ、ここがリオかな、てか。ここリオ？アカデミー。ここがリオかな。あ、リオじゃないんだ。どうしようかな。でも時間がさ、カメラアングルごめん。もう本当に慣れてないんだ、俺、アナログスティックに。変えてからというもの、アナログスティックがもう、すごいしっかりしてんの。じゃあ、ごめん、じゃあ今回ここら辺で一旦切るわ。何もしてねえけど。何もして、このライフズストレンジの多分こう動画は多分何もしてないことが、あ、コインが落ちてるよ。いい絵だな。水の底できらめく緑のコイン。みんなのお願いは叶ったのかな。そのまとめいいな、お前。そのまとめおしゃれだわ。みんなの願いは叶ったのかなって、その一言添えることがおしゃれだわ。どうしよう。これとりあえずじゃあ今回ちょっと一旦ここら辺で切るわ。じゃあ何もしてねえけど多分こういう感じのが続くと思う、この動画は。今回のこのゲームはずっとこの感じが続くと思うから、まあ、そこら辺よろしくお願いします。じゃあ、あざした。ジェファソン先生は世界的に有名なプロの写真家。この学校に来たのは先生に教わりたかったからでもある。憧れの写真家に直接教えてもらえる機会なんてそうそうあるもんじゃないよね。先生の写真はアールデコとゴスの融合みたいで大好き。しかも広告とか印刷物の仕事ではどんなスタイルも自在にこなしちゃうんだ。でも先生、ちょっと周りを見下しているようなところがある気もするな。年齢を感じさせなくてかっこいいなと思うけど、ちょっと近づきがたいし、時々自信過剰気味に思える時もある。自分は正しいんだって口調で話す時の笑顔もお高く止まった感じがするし、でも先生はきっとプロのアーティストの世界は厳しいんだって教えてくれてるんだと思う。
私の写真を褒めてくれるし、アナログへのこだわりも理解してくれてるみたい。先生からは日常ヒーローコンテストに応募しろって言われてるけど、なんとかごまかしてる。クラスの優勝者はブラックウェル代表としてサンフランシスコに招待されて、全国から集まった人たちに作品を見てもらえるんだって。優勝できるくらいいい写真が撮れたらいいんだけどね。先生に出すべきだって言ってもらえるだけで十分光栄なことだよ。